眼下に満開の水仙が広がる併設されている民族、資料館と秘宝館遊法神社立川水仙郷は、兵庫県洲本市由良町由良にある観光名所である。水仙の名所として、古くから知られる一方で、テレビメディアの影響で併設の施設も有名になった。南淡路市の長黒岩水仙教と、並び淡路島に大水仙教の一つと銘打っている。 1>, 1月から2月にかけて約500万本の水仙が太平洋に面した南向き斜面一面に咲き誇り独特の甘い香りを漂わせる。名田黒岩が日本水仙一種の純粋な自生地なのに対して立川は栽培による植栽がほとんどの観光農園であり品種も地中海原産が多くを占める外来種である。また、 なだ黒岩が光栄であるのに対した地川は死影である。水仙畑は全国的に知られ、多くの写真集やガイドブックに記載がある。はあはあ笑うところ、3倍面白いといったキャッチコピーの看板とともに、UFO 神社、淡路島謎のパラダイスなどの施設が併設されている。水仙は時期が限られるため、数年で客を呼び込む目的で、 館長の東田薫高が1980年代初頭に解説した。おしべとめしべのことを学ぶところと書かれた建物の内部に入れば、木彫りの長さ3メートルもの断根や立川神社をはじめ、東田が日本全国から集めた生にまつわる、賃品、気品の類いが所狭しと並ぶが、これらはすべて東田が古物収集の趣味が講じ、 性的なものまでも集めていたものである。また A4 版で、約500枚ほどの館長が妄想にふけりながら、書いたという手書きの格言集が壁一面に貼られる。落書き帳は来館記念として館内に置かれ、落書きは館内に展示される。1989年11月4日、朝日放送テレビ、探偵。ナイトスクープでこの秘宝館が、淡路のパラダイスとして、 桂ツサイによって紹介され、話題を呼び、内部には、ナイトスクープで紹介されたことを伝えるポスターと、調査のクライマックスで、小枝探偵が書いた、ああ楽しかった。岡部真理の落書きや、記念碑などが置かれた。パラダイスシリーズは、その後、同番組内で、人気シリーズに発展したが、淡路のパラダイスはその元祖となった。DVD にも収録されている。当初の名称は、 淡路島避行館だったが放送以降は現在の謎のパラダイスに変えた。18歳未満は入場できない。ありがとうございます。